小出さん、よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。これまで番組では何度か福島第一原発の廃炉作業について取り上げてきました。はい。最近では廃炉作業を担う作業員の被爆の深刻さについても小出さんにお話を伺いましたが、はい。今日はですね、今後まあ40年50年かかるとも言われている廃炉、この作業のまあ現状についてお話を聞きたいと思います。はい。4月にですね、東京電力は廃炉カンパニー、という分社化して廃炉カンパニーという廃炉専門の会社を作りました。はい。この動きについては小出さんはどう今お感じですか？汚いやり方だと思います。あらあら、汚い。はい、はい、東京電力という、まあ、日本を代表するような巨大な企業があったし、はい、今でもあるのですね。でその企業が、自分の原子力発電所は絶対に安全ですと言って動かしてきた原子力発電所が実は事故を起こした。はい。そうであれば東京電力というその会社自身が徹底的に責任を取るというのが本当のことだと思います。はい。でもし東京電力が自分がしでかした罪を償おうとするのであれば、はい、東京電力は多分何十回倒産しても足りないほどの被害がすでに出ています。でそれを東京電力自身は国に肩代わりさせながらなんとか生き延びようとして今日まで来ているわけですけれども、はい、また自分の社内に、廃炉カンパニーを分社化して、全ての、責任をそこに押し付けて東京電力の本体自身は無傷のまま生き延びる、今まで通り黒字の経営をするというようなことになってしまっているわけで、責任の取り方が全く間違えていると私は思います。なるほど。で一方ですね、まあ、東電の業務から廃炉それから汚染水対策を切り離して専念させると、はい、いうことがまあ名目になっているわけですけれども、はい、まあ、そうすることで意思決定が早くなってトラブルに迅速に対応できると、国とともにオールジャパン体制で廃炉に取り組みますということなんですけれども、この辺、効果の方はどうでしょうか？東京電力の中に、きちっとしたチームを作って、そのチームが迅速に動くことができるようにすればそれでいいのであって、はい、わざわざ分社化するというようなことは、意味のないことだと私は思いますし、責任を逃れるための、汚い手口だと私には見えます。この分社化に対しては小出さん非常に厳しいご意見をお持ちですけれども、はい、それではちょっと現状のですね、この廃炉の、ま、進行の具合について、話をちょっと進めたいんですが、はい、一番初めにやらなければいけないことは使用済み燃料プールの中に今まだ沈んでいる燃料を少しでも危険の少ないところに移さなければいけないというその仕事です。はい。で1号機2号機3号機4号機ともすべて使用済み燃料プールがありますので、すべてのプールについてそれをやらなければいけません。うん。ただし一番取っかかりやすかったのが4号機であるという理由と、はい、4号機の使用済み燃料プールの中には原子炉が定期検査中であったこともあって大量の使用済み燃料が存在している、はい、そして4号機の原子炉建屋は使用済み燃料プールが存在していたその階が大きな破壊を受けているということで、うん、いつ使用済み燃料プールが崩れ落ちてしまうかわからないという非常にまあ危険な状態が続いてきたわけです、はい、ですからとにかくまあ今、4号機の使用済み燃料プールから使用済みの燃料を隣の共用燃料プールという場所に移動させようという作業が去年の11月から始まりました。はい。作業自身も大きな危険を伴いますし、ひょっとすれば 大中小さまざまな事故が起こる可能性がありますけれども、とにかくやらなければいけない、はい、あまり労働者の被曝などが生じないようにやり遂げてほしいと、はい、私は願っています。はい。5月7日現在、はい、4号機の燃料プールの燃料搬出作業は1533本中の814本が、まあ、外に搬出できたと、はい、いうことが、まあ、発表されていますが、はいはい、この工程は順調といいますか、それなりに、まあ、うまくいっていると見たよろしいんでしょうか？はい、順調だと
思います、約半分を運び出したと言ってるわけですね、はい、まあ、約半年経ってるわけですけれども、はい、東京電力としては今年度いっぱいで何とかしたいということを当初から言っているわけで、もしこのまま大きなトラブルがなければ、今年の12月までに何とか やり終えてくれるかもしれないと、うんうん、あの私自身も期待したいと思いますし、はい、私は東京電力は犯罪者だと言って批判しているわけですけれども、この件に関しては、何とか速やかに、大きなトラブルがないまま作業を終えてほしいと思いますし、はい、この件に関しては東京電力にエールを送りたいと思っています。はい、じゃあそれではその他のですね、はい、いわゆる溶融燃料の取り出し、これが一番厄介な問題で、はい、1号機から3号機まで、溶け出してしまった原子力燃料がですね、どこにあるのかすらわからないような状態なんですけれども、そうです、現状ここへのその廃炉に向かっての取り出し作業、どういう状況に今あると見てらっしゃいますか？何も進んでいない。何も進んでいない。はい、私自身は溶融したデブリが東京電力や国が描いているように一箇所にまんじゅうのように固まっているというふうには思っていないのです。はい、多分溶け落ちたデブリは格納容器の中にあちこちにもう分散してしまっていると思いますし、例えば壁にへばりついてしまったりしているという、そんな状況だと思いますので、はい、例えば100溶け落ちたデブリのうち50をなんとか回収したとしても残りの50が回収できないということになってしまうと思います。なるほど。で、50の回収のためにたくさんの労働者がたくさんの被曝をしなければいけないと思いますので、もうそんなことをしてなおかつ50余らせてしまうのであれば、初めからデブリの回収ということは諦めて、チェルノブイリ原子力発電所の事故での時にやったように石棺という形で封じ込めるのがいいのではないかと私は思います。なるほど。廃炉、まだまだ道は険しいということですね。はい、もう、まあ、東京電力国は40年と言ってるわけですけれども、そんなことでは到底終わらないと私は思いますし、もちろん私が、は、当の昔に死んでしまうだろうと思っています。はい。小出さん、ありがとうございました。ありがとうございました。